はい、今回ですね、練習スタジオに来たんですけども、このような感じでドラムセット普通に置いてあると思います。まあ、こんな風にですね、セッティングされていて、で、今回はベースドラムのチューニング方法について、紹介したいと思うんですけども、まあ、このように、セットされているので、なかなかですね、こう正確にチューニングするっていうことが、こう毎回やるのはしんどくなってくるっていうのは、いちいちこのタムホルダーをですね、このタムですね、こいつを外して、まあ、正確にやる方っていうのはなかなか、少ないと思います。大事なレコーディングがあるとか、あえてそのチューニングの仕方を時間をとって、まあ、どのような音のバランスを見るか、みたいな、まあ、そういう目的がある方ぐらいじゃないと、こう毎回ですね、こうリハーサルスタジオでこう正確にチューニングするっていうのはなかなかしないと思います。するとすればこのままの状態で、こうもうすでにセットされた状態で、こう硬さを確かめてですね、やるっていう方、このまま締めたり、ただ、こう、大体、まあいいところはですね、この練習スタジオもそうなんですけども、いい施設っていうのはこういった滑り止めが、しっかりされていて、ここにも実は、ホルダー、キーがあるんですよね。なので、これをこう調節するのって、こう持ち上げなければいけない。で、それもしんどいですし、なかなかこうチェックしながら、これを持ち上げて、また閉めて、みたいな。これもですね、結構労力がかかる。と思います。という、そこでですね、もう簡単に、もう素早く、こう、ベースドラムのチューニングをささっと済ませたいと。まあ一度、これを結局外すんですが、まあそれでも、一発でバンと、やってしまいたいと。そこをですね、今回ご紹介したいと思います。このようにですね、まずはこう取っていただいて、ただ今回のこのドラムセットはですね、中に重りがあって結構ヘビーだったんですけど、これ何の意図かちょっと不明なんですけども、あまりこういうことをするのはないですね。必要以上に重くなってしまっていて、まあおそらくこうベースが動かないように固定するためだと思うんですけども、まあ、結構シェルにダメージが与えられるので、あまりこれは、おすすめできません。が、まあ、リハーサルスタジオの、意図があると思うので、まあ、そこは自由に、やってもらってもいいですけども、まずですね、この全ボルト、ヒッターの、つまり打面の、こう、実際叩く打面ですね。ここから、順に緩めていきます。で、このように、こう指でもう完全にボルトが、こう、くるくるっと回せる状態。ここまで、緩めます。そしたら、もうただ指でですね、締めていくだけ。順に、こう止まる位置まで、指だけで、指の力だけで、止めていきます。そしたらですね、こう真ん中をこう押します。そしたらこの皮の部分にシワができますよね。もうここからはとてもイージーですね。このシワができるんですけども、これをなくなるまで締めていく。まず、このトップのところから。もうわかりやすいように、どこから締めたか、自分でわかりやすいように、最初の位置を、覚えておきましょう。で、ここからシワがなくなるまで締めるんですが、まあ、大体こうシワがこう押しながらシワがなくなってからクォーター、つまり一周をホール1としてこれの4分の1、時計の4分の1回転緩めます。これを順にやっていくだけですね。まずシワが、ここのシワがなくなるまで締めてクォーター戻す。こう結構この中心を強く押しても大丈夫ですね。
そうしないと、シワが見えないので、少し体重を乗せて、押していきます。シワがなくなるまで締めて、クォーター戻す。で、2周目なんですが、ここに若干シワが見えたので、もう少しだけシワがなくなるまで締めて、その回した分のクォーター、つまり、ハーフ、半分ぐらい回したなって思ったら、その4分の1ぐらいを戻す。こんな感じですね。これだけです。That's it。これでもう、見た目の、チューニングが終わりました。で、表面も同じようにします。まずは、全ボルトを緩める。で、表面の場合は、ダメインより若干硬く、しておくのがメソッドですね。なので、こう先ほどよりも1回転ほど、シワがなくなってから、締めていく。そんな気持ち、硬めっていう風に、考えてもらえばいいと思います。これもまず、指で締めて、でこれのこのコーテッドの場合はですね、あまりこうシワが見えないので、まあ、先ほどと同じような感覚でこう何回転締めたかによって、やっていけばいいと思います。で、ここからですね、もうクォーターほど、おそらく、この、レゾネンス、つまり反響する場面の、まあ、通称表面ですね。ここをですね、クォーターずつ回していきます。はい。以上ですね。これぐらいやはりですね、表面は少し固めにしておくという感じですね。それでは実際音を聞いてみましょう。